事実は小説よりきなりタイム、始まりだぜ。始まりだわ。今回は戦前日本で最も重要かつ危険な仕事、炭鉱夫だぜ。石炭を掘ってた人たちのことか。戦前は石油じゃなくて石炭がメインの燃料だもんね。鉱山での仕事ってきつくて大変そうだわ。イメージだけは知ってると思うが、実際は本当に劣悪だったぜ。低賃金、危険、きついの三拍子はもちろん、管理する企業側の体制はずさんで、戦後すぐくらいまでの炭鉱での数百人規模が亡くなる事故は世界で17回しかないのに、日本が8回もあるほどひどかった。そんな日本史でも日の目を見ることのない炭鉱夫について、ある巨大な炭鉱事故を中心に解説していくぜ。この人たちがいたから日清日露で勝利もできたし、経済発展のための燃料も工面できたんだもんね。戦前日本史としては絶対外せないことだわ。今回も解説お願いするわね。よっしゃ任せろ。ほんじゃしきみ、いつもの頼む。この動画はゆっくりくチャンネルの提供でお送りします。さて、戦前の石炭、炭鉱夫事情。ご存知の通り、明治維新後は殖産興業のため燃料となる石炭が大量に必要となった。汽車、船舶、製塩、製紙、鉄鋼業と大量消費されたぜ。日本では北九州地方の運河川周辺に良質な炭鉱が豊富で、石炭採掘のため炭鉱が乱立、赤レンガ煙突が立ち並んだぜ。炭鉱ができると周辺の村々は一気に活気づき、駅前や炭鉱周辺に飲食店や映画館まで並ぶほどで、今までの寒村とは打って変わって賑やかになったんだぜ。そんな北九州の炭鉱にあった三菱合資会社の北条炭鉱も例外ではなく、極めて良質な石炭が豊富で、炭鉱周辺は異常な活気だった。今回は戦前無数にあった炭鉱のうち、この北条炭鉱を中心に見ていくぜ。石炭需要で地方の貧しい村は一気に活気づいたのね。まるで最近の熊本県の半導体バブルみたいだわ。でも炭鉱って会社ばかり儲かって、労働者は貧しいままのイメージがあるんだよね。炭鉱夫たちの実際の労働環境とかの実態も見ていくぜ。北条炭鉱での事例を紹介するが、基本的に当時の北九州の多くの炭鉱も似たようなもんだぜ。もともと明治初年頃の炭鉱は囚人の仕事だった。地下で脱走不可能、しかもタダで働かせられるからな。だが日清戦争頃から石炭需要が急上昇、人手不足となり、そこで炭鉱側が目をつけたのが貧しい百姓だった。明日の食うものもない百姓を低賃金で雇って労働力にしたぜ。貧乏で家族を食わせるため、彼らは低賃金、劣悪でも黙って働いた。明治から大正の貧農の食い縁は炭鉱、製紙、軍隊が主で、一般的に見て低賃金の炭鉱仕事ですら神に見えるほど悲惨だった。こういった背景の中、彼らは苦労して働き続け、少ない賃金から家族への仕送りをし続けてたんだぜ。炭鉱夫って貧しい農民がやってたんだね。家で農業しても飢えるのに、それなら炭鉱で働くしかなかったのね。貧乏が全て悪いんだよ、貧乏が。そんな炭鉱夫らの実際の生活を見ていこう。炭鉱周辺には鉱夫専用住宅、納屋が立ち並び、そこからに交代制のシフトで出勤。現場に到着した鉱夫らは炭鉱内へ通じる刑事に乗って地下へ行く。今のエレベーターの4倍の速さで昇降する雑なものだ。坑道内で差配係から入構表をもらい、次に安全灯というランプとトロッコにつける識別票をもらいに非番所へ行く。自分のトロッコにどれだけ石炭を積んだかで日給が変わるぜ。石炭を掘る役と運ぶ役の2人1組で、大抵は夫婦か親子でやっていたようだ。男はふんどしに鉢巻き、女性は腰巻きと鉢巻き。長さ100センチ、幅60センチ、高さ85センチのトロッコへ石炭を入れ、1日3箱取れたらいいところ、米一升15銭、酒一升25銭の時代に、トロッコ1箱で35銭程度、1日で70銭から1円ほどの稼ぎだぜ。そこから納屋代、仕送り分、食料日用品費を引くと残るはわずか。安全灯がなければ真っ暗な地下はメタンガスが噴出し危険な場所。引火を防ぐため安全灯は非番所でしか開けられない構造のため、火が消えるといちいち戻ってつけてもらわねばならなかった。この頃は女性でも炭鉱で働くことが普通で、お金のために臨月でも働いたというから驚きだぜ。日中、子供らは近くの小学校に通い、
幼い手前を背負ったまま授業を受ける子も多かった。中には炭鉱内に赤ちゃんを連れて行き、作業する近くにむしろを引いて遊ばせていた親もいたんだぜ。女の人も炭鉱で仕事してたんだ。育児も家事も女性の時代にこんな危険なことも。女性の炭鉱夫はどれくらいいたの？北条炭鉱では作業者全体の2割ほどの300人程度いたそうだ。彼女らのことは女子甲府と呼ばれたぜ。ちなみに校内で出産した場合は炭鉱側から酒一升の贈呈があったぜ。結構たくさんいたんだ。そして炭鉱側が妙に優しい。安心しろ、炭鉱仕事は超絶ブラックだぜ。炭鉱フラが寝泊まりする納屋なんだが、これこそがブラックの根源なんだぜ。実は炭鉱フラは炭鉱に直接雇われているのではなく、この納屋という組織に雇われているんだぜ。ちょうど現代の大企業、派遣会社、派遣社員の関係だな。各納屋には納屋頭がおり、甲府らに仕事道具貸し出しと部屋を貸す。各部屋は4畳半ほどの共商部屋でボロ屋だがな。そして納屋頭は炭鉱側の意見に従い、時に交渉し、甲府らを徹底的に管理して折衝与奪権を持っていたぜ。炭鉱側からの賃金は一旦は納屋頭に渡り、納屋頭は1割ほどピンハネし、残りを甲府らに分配。さらに甲府らから1日あたり20銭程度の家賃を徴収。甲府らは毎日稼ぎの半分ほどを納屋頭に奪われ、そこから貯金や食費や日用品費を捻出するんだぜ。ちなみに売店は納屋直営の割高商店でしか買えない。なぜなら納屋頭から渡される賃金は専用の金券であり、そこの商店でしか使えないシステムなんだぜ。納屋直営商店は一般価格より2割程度高いぼったくり。だから炭鉱に稼ぎに来たのにさらに借金をし、首が回らなくなる人もいたぜ。借金が嫌で脱走する者もいたが、ほぼ全員が捕まり、納屋頭らにより恐ろしい罰が待っていた。気絶しようが水をかけられ棒で叩かれたり、逆さに吊るされ乱打されるという死刑があったぜ。こんな超絶ブラックで、まるで海事の地下帝国さながらの環境ですら、貧農にとっては魅力的な仕事だったというから恐ろしい時代だぜ。ほんと海事の地下帝国だわ。お金は謎の金券支払い、ぼったくり商店、頭による搾取、きつい仕事、これでもマシってすごい時代だわ。よくこんな劣悪な環境で何も起きなかったんだね。残念ながら起きてしまうんだぜ。炭鉱側は利益重視で安全性や労務管理はずさんだった。1914年12月15日午前9時40分ごろ、恐ろしい地響きと爆発音が起き、昇降機は吹っ飛ばされ、坑道から真っ黒な爆煙がキノコ雲となって吹き上げた。北条炭鉱内での爆発事故、大非常が発生したんだぜ。この時の爆音は落雷とか巨砲十数門の発射と例えられ、近隣建物のガラスは全て割れ、近くの人は吹き飛ばされたという。この炭鉱事故は北条大非常と言われ、公表の犠牲者は671名という日本最大級の炭鉱事故が起きた。ちなみに戦後すぐまでの世界の炭鉱事故で犠牲者300人以上の事故は17回あったが、そのうち8回は日本での事故だったんだぜ。それほど日本の炭鉱は事故が多かった。炭鉱側は坑内火災の消火のため全ての入り口を封鎖、沈下後巨大扇風機で排煙作業を行った。その間に昇降機を修理し救助隊を募った。坑道内は恐ろしい一酸化炭素が充満している状況だったが、なんと北条炭鉱にはガスマスクが設置されていなかった。周辺の別の炭鉱ではすでに設置されていたにもかかわらずだぜ。炭鉱側は一酸化炭素の中で救援するにあたり、当時信じられていた夏みかんを使う方法をとるぜ。周辺農家や商店から大量に集められ、半分に切って坑道内へ次々投下。救援隊も夏みかんを加えて坑道内を降りていったぜ。そんな大事故があったんだ。恐ろしい人数が亡くなってるのとか事故原因も気になるけど、なんで夏みかんなんだ？当時夏みかんの酸は一酸化炭素を中和できると信じられており、坑内に投下したり加えていれば安全と考えられてたんだが、当然だが夏みかんにそんな効果は全くないぜ。救援隊は一酸化炭素中毒となり9人中5人が亡くなってしまった。昇降機の修理が完了して地下まで進むも、落石に阻まれすぐ向こう側で生存者の悲痛な叫びが聞こえる。夜を徹して生存者救助に全力で当たり、一酸化炭素による中毒症状で多くの救援隊が倒れ、
そこまで行くための補修工事も相当に難航しているぜ。岩盤やレールが爆風で散乱して全く進めないからな。さらに構内は排水設備が故障、船が浮かべられるほど水浸しになっていたんだぜ。しかしどれだけ全力で救援活動をしようとも生存は絶望視された。爆発の規模が大きすぎたこと、落盤で通気口は塞がれ、一酸化炭素は充満、内部への侵入が困難で救助に時間がかかることから、爆発で生き残ってもその後生存は難しい状況だからな。意味ないのかよ。救助作業するも全く進まないし、助けられそうもない。そもそもガスマスクがなかったりするし、炭鉱側の管理がずさんすぎるんだわ。予想外の大事故に焦ったのか、単なる緊急連絡なのか、炭鉱側が本社や行政とやり取りした電報の数は4日間で発信1014通、受信561通と普段の数十倍のフル稼働しているぜ。公式記録では入港者688人中、死者667名と救援隊4名の671名。しかもそのうち131名が女性で、さらに11歳から18歳の未成年が71名もいた。港内にいた 97% が亡くなってる計算だぜ。この数字は最終的な結果で、実際は連日発表するたびに人数が上下、発表される氏名もめちゃくちゃで毎回死者が変わっていた。実は炭鉱側は普段から交付管理を納屋に丸投げしてたため、実際の人数や当日の入港状況を把握してなかったぜ。炭鉱側の死者数発表は655人から800人とぶれまくるし、地元住民の話では1000名を軽く超えるとも言われたんだぜ。そもそも交付たちは氏名も出身地も偽って働く者が多く、炭鉱や納屋は身元調査などせずどしどし受け入れてた。そのためいくつかの納屋は存在しなかったことにされ、犠牲者総数に500名以上の差があったんだぜ。これは生存者や地元民の話から判明している。毎日の港内作業者の管理がずさんだった証拠に、爆発後の遺体引き上げでどこかの遊郭の女性が発見され、いるはずのない人間の遺体が発見されたことから、どれだけいい加減だったかがお分かりだろう。ちなみに港府の管理はずさんすぎて大混乱しているが、中で使っていた馬の数だけは11頭犠牲としっかり把握していた。炭鉱にとっては港府より馬の方が大切だったようだな。この当時、農商務省による炭鉱事故多発を受けて監視を強化。にもかかわらずこの状態ということは、もともとどれだけ炭鉱というところが利益偏重、任命軽視だったかわかるな。余談だが、炭鉱内部から遺体を運び出すとき、必ずしなければならない所作があってな。今どこどこを通ったぞ、今からゲージであげるからな、と遺体に向かって呼びかける風習があったぜ。こうしないと霊が校内に残って災いをもたらすと信じられていたからだな。びっくりするほどいい加減な管理体制。甲府の状況を一切把握してなかったのね。人より馬を重視してるのを見ると、炭鉱経営の三菱にとって甲府はいくらでも替えの利く部品、いやそれ以下としてしか考えてなかったんだね。どうやって安く使って高い利益を得るか、そのツケが大事故の対応の混乱っぷりに現れてるわ。こんな状況なら遺体整理も大変だっただろうね。遺体は石炭の酔って真っ黒なので、水洗いしないと判別できず、洗ったとしても爆発や崩落で体が損壊していたり、運び出しまで時間がかかり腐敗したりで特定作業は難航。特定できたとしても氏名や出身地が偽りのため、引き取るべき親族もわからないなど大変な苦労をしたようだな。地上も悲惨な光景だっただろうね。残された子供とかもたくさんいただろうし、炭鉱の安全管理がいい加減だったからこんなことに。当時の炭鉱側の発表では大事故の原因は不明とされ、推測で甲府のタバコの火で引火と言われていた。ところが80年以上経った平成12年の北九州市の古書店で、当時公務所で技師だった目黒氏がイギリスの工業学会で北条炭鉱の大事故に関する重大な発表をしていたと判明したんだぜ。北条炭鉱での大事故の原因は3つ。1つ目は甲府が開けられないはずの安全灯内部に石炭の燃えかすが付着、つまり甲府らが何らかの方法で開けて火を使ってたってことだ。2つ目は炭鉱側による単人処理の不行き届き。石炭を掘るときに発生する石炭の細かい粒子は、本来ならば水や砂を巻いて空気中に舞うのを抑えるが、北条炭鉱ではそれが不十分だったため、港内は常に可燃性の粉塵が溜まっている状態だった。3つ目は使用時以外は閉められている通気戸が開けっぱなしだったこと。
これで坑内の通風経路が乱され、メタンや炭塵がたまり爆発する下地が形成されたぜ。この3つが重なってしまい、安全島内で可燃性のメタンや炭塵に着火、周囲に爆発が連鎖し、その爆発が積もった炭塵を巻き上げ、さらに爆発、爆発が連鎖し、全坑内にわたる大惨事となったんだぜ。そして爆発後には多量の一酸化炭素が残り、生存者や救援隊に追い打ちをかけたんだな。多くの犠牲者を出しただけでなく、親子兄弟の労働者も多く、一家全滅が22名、また孤児784名と、扶養者を失った老人も11名、恐ろしいまでの被害を出したんだぜ。結局炭鉱側が安全管理をほったらかしにしてたのね。どれか一つでも徹底されていればこんなことには。当時の炭鉱経営者たちのひどさがすごいわ。貧しさゆえにこんな危険な仕事でもするしかない。本当に漫画怪獣の地下帝国そのものね。金を稼ぐために命を差し出す労働、当時の貧困層と炭鉱労働のひどさは凄まじいわ。戦後も三井三池三河炭鉱炭塵爆発事故など、時代が進んでも炭鉱では多くの犠牲者を出す。富国強兵のもと甲府の命を使い捨てにし、その上に戦争や工業、華やかな文化があった。こういった方たちがいてこそだったんだぜ。本当にそうだね。縁の下の力持ちあっての歴史、改めて実感したわ。解説ありがとうね。いえいえだぜ。今回の動画はここまでだぜ。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。 Twitter リンクもチャンネル概要欄にあるので、よければフォローお願いします。ほんじゃ、バイバイ。